ここで大正こそこそ噂話。実は富岡さんもかつての水柱育ての鱗滝さんに教えを請うたお一人なんですよ。そこへ至る経緯なんですが、両親が病死し、お姉さんと二人暮らしをしていたところ、そのお姉さんが鬼に襲われ殺されてしまいました。そのことを周囲に話したら心の病気だと思われてしまい、遠方の医者をやっている親戚に連れて行かれることになりました。富岡さんはその移動中に逃げ出しましたが、まだ小さい頃のこと、山の中で遭難、死にかけているところを鱗滝さんの知り合いの漁師に助けられたことがきっかけとなりました。そこで鱗滝さんに育てられ、今でも先生と呼んでいるそうです。富岡さんは俺の恩人でもあり、兄弟子にも当たるんだな。あれ、富岡さんは、うんうん、言っちゃったか。サビトも鱗滝さんに育てられたって聞いたけど、富岡さんはサビトを知ってるのかな。富岡さんの羽織の半分はサビトのものと似ているし、何か関係してるのかな。今度聞いてみようか。じゃあ俺たちも出発しよう。北西の町へ、鬼狩りとしての最初の仕事に。よっ。ねえねえ富岡さん。お、仲良くしましょうよ富岡さん。ねえねえ富岡さん。ねえねえねえ富岡さん。それにあの女の人は。ねえ富岡さん、聞いてるんですか。ツン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 。校長、何をする。知らないんですか富岡さん。これは人と人との距離を近くするためのツンツンって言うんですよ。ふん。大正こそこそ噂話。富岡さんの好物は鮭大根で、食べるとき微笑んだって噂もあるみたいですよ。富岡さん、新鮮な鮭と大根が手に入ったので鮭大根を作ってみました。あの、よかったらこれ。あら、私にも。どうもありがとう富岡さん。鮭大根ですって、いただきましょう。おいしい。富岡さんも冷める前に食べた方がいいですよ。富岡さんの鮭大根が好物って話、単なる噂だったかな。もしもし富岡さん。では次回、集合会議蝶屋敷編、9月23日木曜夜7時から放送。立志編もいよいよ最後となります。みんな見てくださいね。見てくださいね。うんうん。